こんにちは、やる気先生です。いつも励みのあるコメント、ほんまにありがとうございます。今日の問題はこちらです。ぜひ一度ね、友達に説明できるか考えてみてください。じゃあ準備 OK でしょうか。ここから授業です。どうぞ。では5番いきましょう。次のように定められた数列 CN があるということでね、この式で表される数列 CN の一般項を求めようという問題です。で、どないしようかなというところですが、この与えられた数列 CN というのはね、 CN たす1は CN のほにゃ倍したやつに N の式を足すという形なんでね、先ほども見た通り1段上げて引くっていうのが有効です。つまりこの与えられた全化式においてね、 N の部分を1段上げると N たす1は N たす2になって、 N は N たす1になってっていうことをやったらね、式が出てきます。これを縦型の筆算するんですね。計算ミスには気をつけましょう。この部分の計算はマイナス 8N-4、この部分の計算はマイナス4、そしてマイナス10とマイナス10の引き算は消えますね。そしたらね、ここの部分が CN たす1いく CN、 1段上げた形になっているんで、これを DN と置き換えましょう。 CN たす1いく CN を DN とすれば、こっちは D の N たす1です。そしたらこの式っていうのは DN たす1イコール3倍の DN 引く 8N-8 と変形できますね。じゃあね、まだこれも DN がね、DN たす1は DN の3倍のさらに N の式を加えたものという形です。また1段上げて引きましょう。先ほどと同様に1段上げた式を変えて縦型の筆算をします。そしてね、この部分の計算結果はマイナス8。で、マイナス8引くマイナス8は消えてなくなると、このような式が出てきます。そしたらね、まだこことここ見比べたらね、こっちが1段上がった形になってるんで、DN たす1引く DN をね、EN などと置けば、こっちは E の N たす1です。EN たす1は3倍の EN 引く8というこの全化式が出てきます。そしたらこの形は特性方程式パターンですね。特性方程式を解けばね、この通り出てきます。じゃあね、この形を見れば、数列 EN 引く4というのは、それを3倍したら E の N たす1引く4になるということなんで、初項が E1 引く4で、公比が3の等比数列とわかります。じゃあ、初項 E1 って一体どうやったらわかるでしょうか？っていうとここですよね。ここで E1 を求めるには N が1やったらいいんで、D2 引く D1 とわかります。とはいってもね、D2 も D1 もね、僕らが勝手に置いたこの DN の式から出します。DN っていうのは CN たす1引く CN のことでした。これを使ってね、D1 も D2 も求めましょう。まずは D1 から行きましょう。D1 はね、この N のところに1を代入した C2 引く C1 で求まることがわかります。C1 は16ですね。C2 は求まってないんでね、自分で求めないとダメです。この式において N イコール1とすればね、C2 求まりますね。計算すれば30とわかるんでね、D1 は30引く16、計算して14とわかります。じゃあ次、D2 を求めていきましょう。D2 もね、今やったみたいに C3 引く C2 で求めても全然 OK ですし、この式も使えますよね。今回ちょっと違うやり方やりましょうか。D2 求めるためには、この式において N イコール1にすれば求まります。つまり D2 は3倍の D1 引く8引く8です。計算すれば26とわかります。これにてね、D1 も D2 もわかったんで、ようやく念願の E1 がわかりますね。計算して12です。よって、数列 EN-4 というのは、初項 E1-4。今 E1 が12って分かったんで、12-4 で8。初項が8で、公比が3の等比数列と分かります。よって、数列 EN-4 は、一般項が 8×3 の N-1 乗ですね。移項すれば、EN イコール 8×3 の N-1 乗足す4と出てきます。で、EN っていうのは、僕らが勝手に置いた文字ですね。DN 足す1引く DN のことでした。元の DN 足す1引く DN に戻してあげましょう。そしたらこれは、階差数列の一般項が分かってるよということです。だからね、この DN の一般項も出すことができます。公式ですね。階差から一般項を求める公式をね、頑張って計算するだけです。初項 D1 は14でした。ここで求めましたね。で、ここからのシグマ計算は、先ほどの問題、カッコ読んでね、いっぱいやった通りですね。こんな感じで進んでいきます。で、この出てきた DN の式はですね、この時点では N 大なりイコール2の時しか使えないですが、この式において N イコール1の時をチェックしてみればね、ちゃんと14になって D1 イコール14と一致するんでね、N イコール1の使える時もわかります。これにてね、DN の一般項がわかります。が、そもそもこの DN 自体も僕らが勝手に置いた文字でしたね。もともとは CN たす1引く CN でした。だから、元の CN たす1引く CN に戻してあげましょう。そしたらまたね、階差数列の一般項がわかってるよと。だからね、階差の公式を使えばね、一般項を求めることができます。この計算を頑張って進めていくだけですね。今回の問題でね、まだ出てきてないシグマ計算のパターンとしてはここですね。このシグマの 4K のとこ、どうなるかです。これは 4×シグマの K とできるんでね、
で、シグマの K は、シグマ K は1から N の時に2分の 1N、N たす1でしたね。今回は N-1 なんでね、2分の 1N-1N となります。それがここですね。あとはね、計算を頑張って頑張って進めていけば、この通り式が出てきます。で、またね、この式も N があくまでも2以上の時だけ通用する式でね、N イコール1の時、ちゃんと C は成り立つかチェックしておきましょう。ちゃんとね、この式に N イコール1を代入して計算すれば16となってね、C1 と一致するんで、C1 イコール16でしたもんね。これは N イコール1の時も使える式だとわかります。以上より求める答えがわかるという流れです。